プララーンの休日は複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、その一週間に起こったあることないことを徹底的に組み合わせるまとめ動画です。どうも。本日は先に、風呂入ったので、ちょっと髪の毛はもう今回このままでやるんですけれども、今回のマスクは、じゃじゃん。結構シンプルっていうかオーソドックスなのかな。ビタミンマスクでございます。潤い満たされる上質肌へのスペシャル集中ケア。小じわ改善、肌の透明感となっておりますね。ちなみに未だに、鼻のニキビは治っておりません。でもこのビタミン C があればね、鼻のニキビも一撃やということで。じゃあやってみたいと思います。あ、でも全然匂いせえへん。ビタミンのなんか、ビタミンじゃない。レモンの匂いするんかなと思ったら全然そんなんじゃない。こんなローマの休日型でした。はい、じゃあ行きます。冷たいな、これ。うわぁ、冷たい。うん、でもこれはぴったり僕。この間のおかしかったもんだって、明らかに。なんやな、このピラーンってな。はい、こないして、このぬるぬるこうやっとくんだよ。貧乏やのじゃ、これを。でもこのシリコンマスクはね、やった方がいいと思いますよ。結構すぐ乾くやんか、マスクって。これやっといたらね、乾かないんでね。はい、こんな感じです。どうですか？どうですか言われても。なんて答えの。ちいちゃんお水飲んでんの。ちいちゃんお水飲んだん。高くていいね。飲みやすいね。あんたアヒルさんか？ちいちゃん。え？アヒルさんなの？クワクワ言うの。掘ってる掘ってる。入っていくんかいな。はいどうも、今回もダイソーに行ってきました。まあしょうもないもんですけど、また購入品紹介してみたいと思います。これはダイソーじゃないんかな。あ、ジャパンか。これはジャパンで買ってきたやつです。お菓子じゃん。もう完全にね、ハングルなんですけど、僕ハングル読めるんですよ。ハニーバータチップティップ、はい、ハニーバターチップですね。チップです。韓国大ヒット商品上陸ってね。また韓国かいって。どれだけ韓国好きやねんでね。ケチワンは韓流好きなんで。これはね、またね、食べてるところもレポしたいと思います。この間ね、沖縄のおじにゆずを送ったらね、もっと送ってほしいということで、また取りに行きたいと思います。動画いる？動画ええわ、もう。やべえ。これね。はい、これ2つ買ったんですけどね、これダイソーではもう超リッチ商品。じゃん、600円やで。高っ。ダイソーで600円ってもう、こんなもんな、上流階級やん、うち。これ2個買ってんで、しかも。これ何かというと、こうくるっと回すとですね。はい、二重ステンレスタンブラー。なんて書いてあるのこれ。蓋付き。300ml です。これね、この中に入れたらね、コーヒーとか冷めないらしいんですよ。これを2つ買ってきました。あ、冷たいのも、温まりにくいということで、冬、夏、同時にいけるという、同時 ?2 シーズンいけるというやつでございます。しかも蓋もついててね、これ。これええやんか。硬いな！硬っ！ここにね、穴開いてるんです、これ。わかります？これね、ここから飲めるんですよね。要はあるやん、コンビニのやつ。これでもちょっと僕苦手なんやけど、ほんまは。あーたーってなる。ね、コンビニとか用あるやつ。気をつけましょう。気をつけましょう。こっからも飲めるというやつで。はい、次。はい、先輩。これは別にええんちゃう。これはね、小中ママの職場の方から頼まれた200円のお弁当箱ですね。あ、耐熱ガラス容器ってなってるな。だからこう熱しても、レンジでやってもできていいっていうやつね。結構分厚い。ほら。分厚いよ。はい、次は、何これ何すんのこれ。じゃーん。柄でもない、こんなね、クリスマスに玄関に飾るらしいけど、汚いで、うちのドア。ドアがまず汚いんやけど。生えない。でも綺麗やな、これ。あ、中にあんの？え、中にあんのか。はい、次が、何これうまそうやな。ごぼうおかか。あ、そうやの？そうなんや。あれ、僕食べたん？美味しかったよ、取った。あ、そうなんや。全然覚えてない。
これね、ダイソーのね、食品コーナーで売ってるらしい。最近ではダイソーのね、こういうの売ってるね。ちょっと、あれやな。添加物的にはちょっと、不合格やけどな。まあ、よろしいね。あんまこんなんね、気にすぎたら何も食べられになるからね。いつも食べてるようなものに気ぃつけるから。味噌とか醤油とか砂糖とか、そういうのに気ぃつけといたら、たまに食べる方がいいね。なんで？はい、次。200円商品のモコモコスリッパ、冬場のやつだよね、これね。なんてことない、足が冷たいんじゃ。はい、これね。はい、というわけでこんな感じでした。別にしょうもないもんですけど、ね、え、まだあんの。あー、これな、今日ね、言ってたんですよ。なんかね、なんだっけ、16歳で旅立った、違う違う、なんだっけ、何や、16歳で帰らなくなった弟っていうね、漫画家、漫画を描いてらっしゃるね、方、有名なんですよ、今。まだ調べてみてください、よければ。あの、弟さんをね、事故で亡くされた方の漫画なんですけどね。なんかこれだけ聞いたら、暗い話やと思うんですけど、面白いんですよね、意外と。面白いところもあったり、ああ、なるほどなっていうところがあったりっていう話で、あの、死んだ時のことをね、面白い、まあ、コミカルなんかな、コミカルに書かれてたりして。で、そういう話をしてて、死んだ後ね、やっぱり、なんかこう、家族がいる方は、いろいろ迷惑かかったりね、なんかこの、決めておかんと。例えば亡くなった後に保険のね、連絡先はどこにあるのかとか、あとお金はどうするのかとかね、そういうのを決めとかなあかんなって話をしてて、承知ママもね、なんか気になったらしくて、今回ダイソー前から気になってたんやけどね。うるさいな、細かいこと僕のやり方がね、いつも思うね、編集の時にこの人はほんま横からちょこ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 、はい、ごめんなさいね。今回ダイソーで買ってきたのは全然思ってないよ、ごめんなさいね。自分ノートっていうね。なんなんこれ、どういう風になってんの。もしもの時のために、私自身のいろいろな情報を書き留めておくノートです。私についてのいろいろなこと知りたくねえわ。これね、うん、書いとけるっていう。あ、なんかでも書き方とかいろいろ書いてある。なんかわからんけど。いっぱいあるよ、項目が。ライフラインのこと。マイヒストリーいらねえ。しょうもないよな、マイヒストリー。ちょっと持って帰とか、うん、あ、でもすげえ、クレジット電子マネーのこととか、うん、なんかパスワードのこととか書いてある。すげえね、確かに。そや、亡くなった後な。そうそう、お前は分かれへんの、知らんこともいっぱいあるから、うん、困るやん。なんかこんな風にね、情報を書いとけるってね。なんかこういうのね、思うと死を意識するから怖なったりもすると思うんですけど、うん、なんかあえてね、死んだ後のことを考えて、今何を大事に、生きてる時に何を大事にすべきかっていうことも浮き彫りになってくる行為なので、ぜひね、こういうのやってみたらいかがでしょうか。僕も若いから言うてもね、いつ死ぬか分からへんから、ほんまやっといた方がいいんだろうな。誰に連絡してほしいとか、死んだ後、なあ、こうしてほしいとか、感謝の気持ちを書いといたり、いろいろできるので、これね、言ってよければ、ダイソーに売ってます。ダイソーにね、このシリーズいっぱいあんねん。なんかお金の話のやつとか、交友関係とか、もらったものリストみたいな、ペットのやつもあるし、これシリーズになってますので、よければ見てください。何やこの服っていうね、だるまさん。はい、おしまい。はい、てなわけで、クリスマスリースが、こうやってつきました。いいじゃないですか。いいけども、すっごい、ドアが汚いな。いいですね。クリスマスらしくて。どんな素敵なお家なんでしょうってね。あ、ここにもつけたんですね。いいじゃないですか。ここはね、唯一、引きで撮ってもまだ見てもらえる。唯一のおしゃれ空間。あ、チータン切ったん。チータン切ったん。ほら見てみ、このリース。これ、ほらほら。これやろ、これ。クリスマスリース。な、チータン。なあ、クリスマスっぽくてええやろ。リースじゃないか。クリスマス飾り。ここやけどした。はい、これね、入れてみたんですけど、めちゃめちゃ熱いのが持続してね、これここから飲んだらね、やけどするみたいなんで気をつけてくださいね。で吸うても、うん、この三角ぐらい出てきよるのよ。どういうこと？三角。出そう思っても三角ぐらい出てくる。ちょっと待って。三角ぐらい出てくる。どういうこと？この上の三角なってるとこあるやん。うん。三角じゃないのか。三角やな。そうそう、うん、
こうな、ちょっとだけ出そう思っても、うん、あ、全部出てきよる、ね、らしいですわ。気をつけてくださいね、これ使うときは。痛い。でね、結構あの暑さやっぱね持続します。で、二重なので、これ全然持ってても暑ないです。だから、だから騙されてね、危ない、やってしまうので気をつけてくださいね。ちょっと冷めるまで蓋開けてうるさいな。ちょっと大丈夫なぐらいになったら蓋閉めた方がいい、はい、らしいです。この三角までするんじゃないここあつってなんねん。ゆっくり飲んだらいけるよ。ゆっくり飲んでみ、ゆっくり。ババアや。おばあちゃんや。めっちゃむずい。ほら、まだ暑いもんな、うん。さっきだいぶ前に30分前ぐらい入れたのかな。すごいよ。全然冷めへん。うん、全然冷めへん。これはいいですね。うん。はい、今ちょっと恋をかきに電車に乗ろうと思ってるんですけども。わあ、綺麗ね。これはうちの親戚のあっちゃんおじさんがここ綺麗にしてくれてね。ここ駅前なんですけど、駅前のロータリーっていうか、婦人会の方がね、パンジーを植えてくださったみたいです。綺麗。わあ、すごい。ここはね、タクシーとかバスがいっぱい止まって、遠方から来られる方もよく見るところやし、こっからね、旅立つ人もここを見るわけですからね。はい、反対側の方はね、あ、今日はね天気いいんですよ。あ、綺麗。ええやん、綺麗ですね。なんかやっぱ花ってすごいですね。こうやってちょっとあるだけでも全然雰囲気変わるもんね。結構寒いんですけどね、パンジー丈夫やから。ええな。皆さんありがとうございます、活動してくださった方々。僕は家で寝てばっかりでごめんなさい。完全に電車を間違えました。1時間待ち時間あります。何してんねん。確認したのにな、何を勘違いしたんやろ。まあ、あの、幸いね、天気はいいし、そこまで寒くないから良かったですけどね。電車来るまで待ちたいと思います。はい、これが、我が町のね、なんていうの、お城、なんですよね。これ、田辺城と言います。ほら、あそこに、よいしょ、細川雄斎、知ってる方もいますよね。僕の先祖ちゃうかな。知らんけど、これ再建されてるもんなんかな。まあ、僕ね詳しくないんですけどね。今日は恋のスケッチに来てみてます。多分動画が上がってると思うので、またそちらもね見てください。まあ、電車でね、あの5分ぐらいとこなんですけど、まあ来ることないですね。用事がないからな。こんな感じでね、まあ近くに住んでたら散歩したりね、ほらグラウンドもあるので、まあ遊べるしいいんちゃうかな。こうへんな、でも普段は。僕もね数回しか来たことないんちゃうかな。10回も来てないな絶対。よろしおすやんか、なにわの血が騒いどるで。うまいがな。どこの家庭にもはないな、たこ焼き器は。そんなことしとるがな、これ。このな、スイッと入ってくるからな。生地がなんかでもあれやな、これ。パフパフやな。ベイビーカステラのようやで。おかしいみたいな。
あね、恋のスケッチの本編を見てくださったらね、お分かりでしょうけども、本当にグダグダな回でしたね、あの時は。でもなぜか、お散歩動画割となんか好評いただいてたような気がするので、これからね、スケッチ散歩動画として、シリーズとしてやっていこうと思いますので、またご視聴ください。